アタックライブが決まりました。おーイエーイ。2024年2月はい、おいスイスローゼルブルーズ、ローゼルブルーズ、アイアンアタックです。さあ、じゃあみんなね、自己紹介をしながら、スイスで楽しみにしてること、そして最近ハマってる漫画アニメなんかあったら教えてください。こんにちは、アイアンアタックのボーカルのマイナスイオンです。スイスで楽しみにしていることは、私は犬がすごく好きなのでスイスシェパードと遊びたいと思います。そして推しの子という作品を読んでいて、それがすごく面白いのでハマってます。はい、ギターのアイアンチロです。スイスで楽しみなことはですね、多分我々の行く時期だったらまだあると思います、モンドールチーズね。期間限定なんで、最後の期間のモンドール食べたいと思います。そして最近ハマってる漫画は連載再開した日常と、そして、最近注目しているアニメありまして、これがグレンダイザー、2024年貞本義行キャラデザで蘇ります。以上。はい、ボーカルのソウです。スイスで楽しみなことはですね、大自然を見ることですね。今ハマってるアニメ漫画は、まずサイコパスですね。鋼の錬金術師、鋼の話しましょう。はい、どうも、オンドラムス三河です。最近ハマってる漫画、これはもうハンマバキって漫画ですね。アルプスを攻めて世界最強に近づきたいなって思ってます。ベースのサカさんです。スイスといえばやっぱチーズなんで、いろんな種類のチーズを食べたいです。最近ハマってるベルセルク、昔からずっと好きで、実はもう5巻ぐらいからずっとリアルタイムで読んできてます。楽しんでベルセルク。どうも、ギターのキラです。主にワインを楽しみにしてます。すごくあのミネラルたっぷりな白ワインがすごく飲みたいです。で、最近ハマってるアニメなんですけど、俺はコチカメですかね。あの男は誰もが多分ピオンさんに憧れると思う。キラッパーンチ。はい、というわけでスイスのみんな、ローザンヌで会いましょう。アピアトー、ありがとう、ありがとう、ネズボクー。